レッシュマンは阿蘇市波野にありますお蕎麦屋さんにお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずお名前と年齢、そしてお住まいの場所から教えてください。はい、市原涼子、27歳、波野の遊尺に住んでいます。こちらのお蕎麦屋さんは、はい、おばあさんの代からされているそうですね。はい、そうです、うん、で今はお母様と一緒に、はい、2人でやってます。うん、土日を中心にということですが、はい、それ以外の日はどんなお仕事をされてるんですか？は食品加工販売で、うん、道の駅の方に出させていただいてます。あ、じゃあお母様とお惣菜とかを作って、はい、どんなものを出されてるんですか？はおはぎとか赤飯が主に作ってます。うんうん、土日のお蕎麦屋さんのお仕事もお母様と一緒にされているそうですが、はいはい、お蕎麦、どんなお蕎麦を作ってるんですか？は10割の、うん、もう手打ちなので 100% ですね。うん、あ、はい、波野はね、蕎麦の感じなので、はい、結構お客さんも常連さんとか、はい、昔ながらの方とかいらっしゃるんでしょう？はい、昔からそうですね、うんうん、近所の方とかがよく来てくれます。うん、あ、そうなんですね。はい、伺ったところによりますと、はい、涼子さん夢があるそうで、はい、それに向かってね、お勉強中なんだそうですが、はい、詳しく教えてもらえますか？まあ、ネイリストになりたくてですね、いつか自分のお店を出すために今頑張ってます。うん、じゃあ今そのネイリストになるための勉強中？そうです。うん、勉強させても、はい、してます。ネイリストになるにはどんな勉強をして、例えば試験とかがあるんですか？そうですね、7月に試験があるので、うん、母とか他の人の爪を借りたりして練習してます。うん、あ、そうなんですね。はい、またどうしてそのネイリストになろうと思ったんですか？友達にしたのがきっかけで、うん、すごく喜んでもらえたので、うん、あ、こういう仕事したいなと思って頑張ってます。じゃあそのお惣菜だったりお蕎麦屋さんも手伝いながら夢に向かって頑張っているという、はいはい、まあ、7月が試験だということで合格して、はい、自分のお店がね早く持てるといいですね。はい、頑張ります。はい、では、ちょっとプライベートなことも聞きたいんですが、はい、27歳ということで、はい、結婚願望とかは？はあります。ありますか？はい、何歳ぐらいまでにしたいとかあります？本当はもうしたいんですけど大丈夫ですよ。まそうですね、30までですかね。うん、夢をまず、夢が先ですね。なるほど。はい、その後にゆっくりと。はい、ゆっくりと。じゃあどんな人がタイプですか？そうですね、優しい人もいいんですけど、もう笑顔があって頑張り屋さんが一番いいです。うん、なるほど。はい、じゃあもしそんな人と阿蘇市で出かけるならどこに行きますか？そうですね、カソリーに行って。あ、カソリーいいですね。プリンちゃんに会いたいいいですね。はい、なんかこうね、動物を可愛がる男性ってね、きっと子供好きだったり、はい、なんかいいイメージがありますもんね。なんとなくわかります。ではお仕事の PR とまた夢に向かっての決意などありましたら聞かせてください。はい、道の駅阿蘇神楽園色彩の方にご惣菜を出させていただいてます。春工房市原晴美で出しているので、ぜひ食べてください。あと蕎麦どころ遊尺も土日営業しているので、ぜひください。はい、はい、ネイリストという夢を持った、市原涼子さん、今回はご紹介しました。はい、では、フレッシュマンのポーズでいきますね。はい、いきますよ。はい、じゃあカメラに向かってせーの、フレッシュマン、さよなら頑張ります